幼者が失言して後、閣下の行方が知れない。当時閣下は楽上の趣味についていたという。そこで幼者の失言に巻き込まれたらしい。その時の閣下の様子を知る者は討伐軍にはいない。となれば方法は一つしかなかった。すなわち閣下が楽上に赴いたという過去を改変するのである。以前芝居は妖魔に包囲された楽上を解放する作戦の指揮を取っていた。だが手間取ったために閣下が援軍として派遣されたのだ。そのことを知った花崗豚は猛将本田忠勝とともに芝居の過去に飛んだ。二人の部を合わせ援軍の必要がないほどの大勝を得るのだ。我が希望をもってしても手駒が足りねば覆せぬ状況もある。故に前回の歴史では閣下殿の援軍を待たねばならなかったのだ。ふん、ごたくはいらん。閣下を救うための方法は一つ。毛徳が奴を援軍によこそうと思わぬほど素早く徹底して敵を叩く。それだけだ。承知。猛将花崗豚殿と忠勝が武をもってすればたやすきこと。言ってくれる。ならば切り開くぞ。俺たちの刃で新しき未来を。お給料を抑えられ兵の士気が上がらぬ。援軍を待たずにこれをどう覆すか。愚問。ただ武にて道を開くのみ。王冠だ。考えても始まらんなら切り進むのみよ。が参らん。そろそろいいとこ見せとかないとな。俺も言っとくか。それ。これ以上好きにはさせん。俺様が止めてやる。本田平八郎忠勝、これにあり。皆我に続け。あの本田忠勝が来てくれたのか。それ我が手にトンボ切りある限り開けぬ道はない。すげえ、なんて頼もしいんだ。やれる、俺たちもやれるぞ。なんだこいつら、急に勢いつきやがった。前線が破られた。増援を送れ。ここを抜かれてなるものか。敵の増援を迎え撃つ。
さて、これで士気の心配はなくなったな。あとは敵本陣に突っ込むだけだ。援軍到着。北より人間を押し返す。どうした？敵は眼前にいるぞ。死にたくなくば戦え。カコウトン将軍。将軍に遅れるな。いや、ここで増援とかありえないっしょ。よし、来たな。門を開けろ。俺たちも出るぞ。あれほどの妖魔を退けるとは見事。我らも一層奮起せん。見過ごしては友軍の危機となろう。我らが防ぎ止めるのだ。ここで口当てろ。それメッス、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 ならば地獄へ道連れに。あの状況から覆されるとは。毛徳に使いを送れ。楽城は制圧した。援軍の必要はないとな。これでまた過去を変えることができたな。ああ楽しかったっと。援軍を待つまでもなく楽城の解放はなった。これで角家殿は繁盛での戦いに残ることになろう。再び時を超え繁盛での戦いに臨むのだ。ちょっと物足りないかな。